30分トークということで、今回はスペシャルゲスト、はい、デミコアチャンネルの皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日は、まあ、デニスとは結構、ニューラジオとかゲスト来てもらったり、そうね。まあ、同期でいろんな話聞いてきたから、うん、ちょっと今回、デミコアチャンネルディレクターの、柴さん、うん、はい、柴さん。の話ちょっと聞きたいなっていう。よろしくお願いします。そういうコラボやったんや。そう。俺今なんで千葉さんこんな近いんやろ。いや、デニスとコラボではない。うん。千葉さんなのよ。だからデニスおらんの可哀想やから、おらしとる。いや、まあ、おらしていただいてさ、俺話してきたし、まあ、ノブも最近ほら結婚して、まあ話したい。そのね、話についても来た山で山だけど、生配信でも散々喋ったでしょ。喋った喋った。そうそう。で、結構ケイチョンチャンネルさんとかで、ヤンモスさんとかとさ、よくコラボさせてもらったんだけど、そのケイチョンチャンネルのね、ディレクターの松本さんとかともトークさ、最近はちょっとね、業界人の人、三谷さんとか。そうなの、外録チャンネル。それが面白いから、まあ、そのデニスからちょいちょい聞いたり、俺らもあの地上波の怖い、心霊特番でお世話になったりして、ね、はい、だいぶやっぱ決まってるやん、千葉さんって。決まっ、どういうことよ。バキバキだよ。バキバキだよ、千葉さん。まずじゃあさ、デニスと千葉さんの出会いはそう、どっからになるんですか。もう10年ぐらい前です。10年ぐらい前。最初なんすか。最初は、うん、あのもう日本テレビの、うん、特番で、はい、海外ロケだったんですよ、うんうん、もういきなり海外ロケ。そう、じゃあその時2年目とか3年目とか。そう、3年目ぐらいですかね。ゆきよちゃんだけじゃなくてデニスと行ったんですか、うん、はい、それどういうロケですか。それがカリブ海バハマで。あ、それが伝説のサメ。そうです。そう、もしサメに襲われた時にどうやれば助かるか検証しようっていうロケ。やっぱ決まりまくってるやん。そうだ。その時千葉さんは無理やん、もうそんなロケ内容今じゃ無理っすよね、多分。いや、今はもう絶対できない。なんか、それ、牢屋とかじゃないで、ね、どんなんやったっけ、鎖みたいなのつけとったんやったっけ。鎖肩びらを、こうつけて、しかも鎖肩びらって薄いペラペラの鉄よ。網が細かい。それで泳げるようにね、だって海の中に。あ、ガチ鎖やったら沈んでます。そうあ、じゃあ、ウケるぐらいの軽さの鉄をつけて、サメに噛まれるみたいなロケですよ、ね、サメが2、30匹ビャーっている中 で、それも、飼育してるサメじゃないからね。あの、海で走ってって、あの、海に見せかけたプールみたいなんじゃない、ガチのカリブ海。海で走ってって、あの、魚を切ったのをいろいろ投げといて、なったら、サメがどんどん寄ってくんねん。池の声みたいな感じですよね。そこに、じゃあ放たれて。結構でっかいんですよ。2メートルぐらいかな、うん、はい、ダメだよね、でっかいよね。だからこの机より全然でかい。ああ、え、そのサメロケがあって、もう次デニ壊すか。その次は何かあって、あ、でもそうだ、僕、あれじゃないですか、千葉さんいなかったですか、メキシコに行ってスカイダイビング。ああ、あの時もあの番組は関わってたけど、俺メキシコには行かなかったけど、俺ははい、千葉さんはいなかったけど、千葉さんがやってる番組でメキシコに行って、うん、セスナ機から、ちょっと説明長くなるけど、セスナ機を2台走らして、1台エンジン切んのよ。ただこのまま、自然落下していく。自然落下していくのよ。で、日本のスカイダイビングの人は、自然落下していく飛行機に、あの日本人の有名なスカイダイビングの人が、それをジャンプして追っかけてって、この飛行機の中にエンジン切った状況で、扉に入って、エンジンかかってブーンって飛ぶっていうのをやって、それのゆきおちゃんは何役。いや、それでまず最初あの聞いたら、このエンジン切った側に乗らすってなってたの。でもあのなんで、いや、なんでかわからない。なんでそんなことすんの。まあ、見届け人だよ、ね、見届け人、そのなんか一応チャレンジが成功するスタジオでだけでいいっすって。それ1980年のテレビじゃないっすよ。2014年目じゃないと。ミッションインポッシブル撮影とかじゃない。そうだから多分やけど、もうアメリカの空港もダメ、メキシコの都心の空港もダメ、だから個人でやってる、国境に近いとか、国境に近いあの空港じゃないと、その許可降りひんやん、エンジンをわざと一回切るから。
それで俺が聞いてたのはそれで向こう行ってエンジン切ったところに俺は乗ってその人がチャレンジして乗ってくるのを俺が見届けるっていう予定やってんけど、うん、そのエンジン切る人はアメリカとかのハリウッドとかの、うん、あのスタントやってる人やねんけど、もう空系のスタント、空系のスタントの人やねんけど、うん、エンジン切ってしまってかからん場合があんねんて、うん、でその場合って俺は自分のは逃げれると、ああパイロットの方、うんうんうん、さっきのこのそのジャパニーズコメディアンを連れては逃げれるかわからへん、うんうんうん、タンデムはね、タンデム、うん、万が一のところ、万が一のエンジン切った状況やから、うん、その必死やし自分も、うん、だからそれはなくなったんですよね。そうで、どこ何役になってんゆうちゃんは、その人が飛んだ後に後ろから追っかけてカメラ持って、うん、飛ぶっていう、なかなかよそれも、めちゃめちゃなかなかよ、そっちの方が危ねえやん、飛ばんでええのに飛ぶことになったんよ、うん、そう、それはね、撮影っていうことで、ね、撮影っていう形で、それプロにやらせてもよくないですか。だからもう、すごいな。そう、それで俺はタンデムで飛ばないといけない、やってるな、ゆきおちゃんもいろいろで飛んでくっていうので、それで怖かったのが、うん、その成功するまでやから、その人が、うん、エンジン切ってセスナを何回も切って、うん、でまた下に着く、うん、だったらまたセスナに乗ってまた登るの、ぐる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 、うん、成功じゃないんや、綺麗な成功じゃないから、それ何回も繰り返すんだけど、うん、田舎の田舎やから、うん、その上がるのに1時間ぐらいかかるから、うん、もうそれをさ、朝からやってるからさ、うん、そのパラシュートを、うん、畳んで、畳む係のやつはな、うん、みんなで酒飲んでんねや。もう5時間か6時間ぐらいロケやから、うん、ポテトチップス食べてみんなで飲んで、俺らが降りてきたら、また畳んで。怖いな。怖いね。ちゃんと畳めてんのか。だから徐々にそいつが寄ってくのがわかんないよ。怖え。はぁ、だそういう体張った系の仕事を何回かして、そう、さんは多分からお、え、ほんで何きっかけでデニコアをやることになったんですか。これは、うん、たまたまそのノブくんが釣り好きで、はい、釣りから入ったんです。で僕が釣りに連れてってっていう話をしてて、うん、まあそれまでは飲んだりはちょこちょこ、あ、じゃあ仲いい関係はずっと続いてたんです、うん、その視線をくぐり抜けた仲間として、うん、そうですね、なるほどね。で、その釣りの帰り道に、うん、ノブくんが、あれ YouTube 興味ないですか、おお、当時悩んでて、うん、ニューヨークもやっぱ昔一緒にやってたよね、デーチャンネル、伝説のね、YouTube ね、で、おのおの初めて、うん、僕らもやらないとなっていうのがあって、うん、コロナとかもあって、うんうんうん、でもデニスの面白チャンネルって言っても多分厳しいから、うんうんうん、2人でずっと考えてたよ、なんか、ああそうなんや、錆びた包丁をピカピカにするだけとか、ああ、ちょっとニッチなことやった方がいいんじゃないか、ニッチなことやろうっていうところで声かけさせていただいたのよ、YouTube なんかないっすかねみたいな感じ。なるほど。で、僕は僕で、うん、僕はホラーがすごく好きで、あ、もともと好きやったんですね、はいはい、でテレビで、9年間ぐらいずっと特番をゴールデンでやってたんですよ、あ、ホラーのだからノーマルをずっとあったんよ、千葉さんは。でその後地上波でやろうと思ってもなかなか企画が通らないから、うん、もうこうなったら YouTube でやろうかなとかってことをちょっとうっすら思ってた。はあ、なるほど。タイミングがあった。そのタイミングがたまたまあって、あ、じゃあデニス心霊どうってなった。心霊でもいいって聞いたら、うん、あ、全然何でもやりますっていう。ああ、それは持ち前のものも。むしろ、あ、明確なジャンルのことをやってくれるんやっていう、なるほど、うん、嬉しさ。なるほどね。これははっきりやること決まってるやん。はあ、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 普通のチャンネルじゃない。そう、あるかもなっていうのを。はあ、それでデニコアが生まれたんだ。そうそう、すごいな。え、千葉さん、今おいくつなんですか。僕今41です。あ、41か。はい。え、じゃあ、ゆきおちゃんとロケ行った時とか31とかってことですか。そうだね。同い年くらい。ほぼ同い年くらいだし。先輩ゆきおちゃん。だからディレクト、もうその時から30歳ぐらいからもディレクター。そうそうそう、もちろん。え、そもそも大卒で制作会社とか入られたんですか。そうです。今の会社に入って、そのままずっと。あ、ずっと今の会社なんですか。うん、そこから動かずに。あ、だいぶじゃあ自由にやらせてくれる会社なんですね。デニコアチャンネルやったりとか。そうです、そうです、だいぶ自由に。はい、最初何の番組から始まったんですか。最初は深夜の、はい、伊藤史郎さんの番組で、イフっていう番組があったんですよ。へぇ、カンテレ制作かな。主題歌ダパンプですか。え、主題歌ダパンプ、真剣に聞く気ないねいやいや、でもなんか、それもう本当一瞬ですか。いや、それがね、だから1年間僕が入ってから続いてたんですけど、それが一番初めに AD で入ってついた番組。へぇ、それはどうやったんですか。しんどかったですか、最初は。しんどかったですけど、
いやでもしんどかったですね。帰れない寝れない。やっぱ絶対そうなんですね。だから1年目の休みが13日。1年間で13日。1年間で13日。あでも俺もだからエリアとかあるけど、まあ本当それぐらいでしょ。そうなんだな。働き方改革前の AD をやってはるってことですよね。1ヶ月帰らないとか定期でやってる頃で。でその後特番、ずっと特番バタで。はい。特番は大変なのよ。なんかルーティンが決まってないから、そうね、毎回新しいことやらなかったから、リサーチバーッとして、そう、月曜はこれやって、火曜はこれやって、ネプリーグとやったら決まってんけど、そういう新ネタというかね、新しいことやる AD がもうむちゃくちゃ大変。仕込みとかね。俺なんか千葉さんのお話とか釣りよく一緒に行くから、車とかでもうずーっと一日中ボートでも10時間ぐらい喋ってるから、AD 時代の話とか聞いたら、やっぱりさ、AD さんって無茶振りされるんですよね。そうね。明日までこれ準備してみたいなんで。特番は特にね。そう、俺が好きな話が、ポルシェでしたっけ。はい。ポルシェ。ポルシェ。それは、フェラリか。夜中の2時に、ディレクターが電話かかってきて、明日の朝8時にフェラーリ用意してくれって。夜中の2時、6時間後。6時間後。無理。どこに電話しても繋がらん時間ですからね。どうしようかなと思って、で、まあ一応用意したんですよ、翌朝。どうやってですか。歌舞伎町行って、ホストクラブ1軒ずつ回って、フェラーリ持ってるホストいませんかっつって、うそみたい。で、その仕事終わりに持ってきてくれる。はい、スーパー AD だ。でもまあだからもう怖くて言えなかったです、無理ですっていうのは。ああ、だからそう言って、テレビ業界こういう、当時はな、今は最高の千葉さんが業界な。そう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 、今は最高の業界。そう、今最高の業界。出るから新入社員がこんなこと。ああ、そうだ、悪い感じだね。いや、もう絶対そういうことない。ありえない、ありえない。すごいなんかね、こうトンチがあったりとか。トンチが、でもそうそう、でもそうそうそう、大喜利みたいなもんで、明日の朝までフェラーリってなった時に何してもいいわけよ。で、普通やったらそういう高級会社とかのレンタカー業者に電話するのが普通やけど、ホストに行くとかいうのはセンスやねんな、多分。そう、時間的に無理やからとか。で、そのサメやったりスカイダイブやったり、そのデニコやったりっていう、そういうちょっとなんていうんですか、攻めた系の仕事を、もう攻め攻めディレクターになってるわけやん、今40歳で。それはどういう経緯でそうなっていったんですか。それはその日テレの番組で、まあそれも特番だったんですけど、出川さんのキスシリーズっていうのがあって、一番初めはカナダで熊とキスをしようっていうのから始まったんですよ。これ先輩ディレクターがあって。なるほどなるほど。でそっからその企画を引き継いで、電気ウナギとキスをするとか。あ、じゃあこれはじゃあ千葉さんでっていう感じだった。ホオジロザメとキスをするとか、そういうのをやり始めて。キスシリーズだ。で、そこで、無茶を覚えていくんですけど。なるほど。キスシリーズ。そう。それ、ギリギリなんとか、なんつうんすか、オクラになることはなかったんですか。確かに。オクラにはならずに、全部、とりあえず。だからそのデニスがバハマでサメのロケをした時も、その前年にですね、スリムクラブさんで。俺それ見ました。あ、本当ですか。バハマ行って。草びかたびらみたいなつけられて、沈められてた。ヘリコプターで、その上空まで行って、ヘリコプターから海に飛び込んで、サメをキャッチする。なんか、泣いてましたよね、最終的にスリムさん。泣いてましたね。あれだから東京の会議室で、なんかみんなで話してる時に、これやったら面白くねっていうのが夜中のテンションで、言ったら、まあ、やってみようっつって。はあ、すげえ。リサーチでそういうことができるスポットがあるじゃなくて、さっき、その行動を思いついたんですか。で、できる。めっちゃ見たいわ。って言われて。俺見たい。俺、信じられんかったよ。で、バハマ行ったっすよ。そしたら、現地のその、プロたちがサメの。それは危なすぎるから、できない。やらせられないと。意味わかんない。ストップとかって、現地で。っていうので、要はコーディネーターが、とりあえずバハマまで呼んじゃうお金になると思ったんでしょうね。で、呼ばれて、できます、できますって言ったら、現地のそのスタッフはできないって言われて、でももう行っちゃってるわけですよ、お金も買ってるし、明日、スリムクラブもやってきちゃう。あ、ロケハンで何週間か前に行くとかじゃないですか。前日に入ったんで。で、すごいよな。で、しょうがないから、一回俺がやってみると。それはやるんすね。それで、できたら、やらしてくれと。って言って、めっちゃ正念場じゃないですか。それできんかったら、だって大損すもんね。スリムさんも呼んでるし。そうそう、だからそれ行って、やっぱこう追い込まれてるから、できちゃうんですよ。バチコーン捕まえて、で、ほらできるだろって言って、見事。はぁー。それって、オンエア僕は見てないんですけど、どういうこと。サメはスリムさん捕まえれたんですか。捕まえた。
お、一瞬だけど捕まえて、あのヒレで顔バチコンってやられて泣いた。その気合い入ってるよな、千葉さんはずっと。え、学生時代はなんか、何してたんですか？僕は、外国語学部のフランス語学科というところにいまして、全くテレビなんてやってなかった。え、スポーツというか、そのとんでもない野球部でしごかれたとかでもないですか？一回も部活に入ったことがないんで。あ、そう、中学校から部活も入ってない。え、でもその何ですか、そのガリ勉みたいな感じでも、いや、もう勉強もそんなにしてなかったで、僕受験してないですよ、中学入ってから大学までずっと。あ、内部というかもうエスカレーターで。そうなんですよ、だからまあとにかく遊びに遊んで。ああ、なるほど。その辺も松本さんと似てるな。全く何も、うんうん、あ、じゃあ自分がこんな根性あったりむちゃくちゃできるやつやっていう自負もそんななかった。ないです、ないです、そんなのは。で、だから先輩とかもあんまない。まあ、後輩もあんま別にできたことないし、上下関係バリバリでもないし、敬語みたいなものも別にうまく使えるわけでもなく、どっかで千葉っていう人間が完成されてるわけだから、それが俺は知ってるのよ、その千葉さんのそういう話を。でもマジで多分言うとあかん話やねん。そう、ほんまダメなんですよね、これね。コンプラ的に、コンプラ的に、なるほど、ね、完全に。まあまあ、そんなの誰しも若気の至りというか、ね、そう。でも聞いたら、うん、あ、そのやんちゃとかヤンキーの方じゃないやつで、うん、聞いたら、あ、それはそういう感じになるわ。え、その視線をくぐり抜ける系ってこと？どちらかって言ったらそっちですよね、大きく。でもまあ、普通に真面目に学校も別に留年とかもせずに、ちゃんと。うん、あー、だってこうやって喋ったらめちゃめちゃ常識人というか、うん、いい感じやん。うん、でも、むちゃくちゃされてるわけやん、デニスさん。もうあれですか、ご結婚とかされてるんですか？はい、してます。あ、もう、ご家庭もちゃんとあって。はい。でも企画はもう攻め続けて。奥さんもディレクターで。ああ。実は。ディレクターの女性って珍しいんですけど。はい。プロデューサーとかね、なる方が多いですけど。ではなく、ディレクターで。え、そのテレビ業界入りたての時は、野望というか、どんな番組作りたいと思ってたんですか？確かに。いやー、それが、要は、フラッと入っちゃったんで。あ、もう何かに影響を受けてとかじゃないですか？別にお笑いの番組作りたいとか、バラエティ作りたいとかもないし、うん、好きなカルチャーは何ですか？音楽とか漫画とかお笑いとかあるじゃないですか。でもやっぱサブカルが好きで、どっちかっていうと。あ、じゃあ都市伝説とかも好きやし、うん、まあ、好きだったし、心霊とかそういう。そうです、心霊とかはもう子供の頃から番組が好きで見てたし、うん、ギボアイコとか。そうです、ギボアイコとか散々見てて、だから初めて通った企画がその心霊ちゃん番組だったし。あ、へー、あ、じゃあ心霊の人だ最初から、ね、結構芯というか、うんうんうん、原点。そうだから俺らもやっぱデニコチャンネルとかでやってもらってるけど、やっぱこういう心霊スポット行って、うん、その企画に乗っかってやらせてもらってたら、で結構まあこんな言い方自分らにするのもあるけど、俺らじゃなくても、うんうん、やっぱり面白いコンテンツ、パッケージがね、そうそう、パッケージが面白い、編集とか、ね、いや、ほんまにほんまに、そうそう、それプラスデニスの二人の、うんうん、いや、よういるわ、お前しかできんことやってるよ。そうです、さっきめちゃくちゃ、いや、さっきコラボさせてもらったんですけど、むちゃくちゃだった。俺ずっともう二度とコラボしてめちゃくちゃ。逆にしまっていい、コラボをさっき俺らが方もうめっちゃしんどい。だから今これ都内死んで、え、なんか今、なんか今バキ、小田さん、え、今違う違う違う、え、バキって言ってたこのチャンネルでまで、え、今めちゃくちゃ出たの、しっかりバキバキ言うてる、バキって言って誰かぶつかったんじゃないですか、なんか落とし、いや、ここが心霊スポットなんですよ、めちゃめちゃな、あ、そう、なんか落ちたみたいな、ね、バキって言ったな、怖い、あんま、そう。だから今これ都内死んで、え、なんか今、なんか今バキ、小田さん、え、違う違う違う、え、バキって、もうではこのチャンネルでまで、え、今めちゃくちゃ出たの、しっかりバキバキ言うてる、バキって言って、誰かぶつかったんじゃないですか、頭から触れてないけど、ここめっちゃ心霊スポットやねん。まあ詳しくはデニコアチャンネルそれこそ見ていただいたらわかると思うんですけど、めっちゃ落としたな今、ね、え、千葉さんいろんなもうスポット行ったり、はいはいはい、あのディレクションしてきたじゃないですか、うん、もうベタな質問ですけど、一番、あ、これやっぱってなったのはどれですか？ここここなんだ、この何の変哲もないですよ。しかもまさかの三茶で、三茶のマジの雑ここなんだ、こんなところにあるとは思ってなかったですけど、え、そのそれこそ廃墟とか、いろんな樹海とかも行ってるじゃないですか。そうですね、もう北海道から九州まで行きましたけど、ここここなんや。それはやっぱ何すか、ディレクター的に取れたかというか、もういや、こんなにいろんなことが起こる、うん、まあもちろんそのね、先ほど通ったデニコアチャンネルもす
すごかったじゃないですか、うん、やばかったっすよ、うん、やばかったっすよ、ほぼもうやらせですよ、こんな普通に考えたら、なんていう、ね、ところは今まで行ったことがない。いつ一番あのディレクター千葉は興奮するんですか、そのこういう仕事やってて、うん、あの例えばまあ芸人さんとやることであれば、はいはいはい、芸人さんがパニクってる時、いやじゃあさっきやないですかもうビンビンやん、いやもうゾクゾクの時がそれがやっぱ大好評だから喜ばせただけやん俺の千葉さんを必死ででもやっぱり一番面白いタイミングって本気の顔してる時なのよ千葉さんにとって。いや俺だからこんな顔映していいんかなと思って一人でカメラ回しながら多分もう引きつってもてるし顔とかも、てかそれってバラエティで屋敷って結構うまいこと言うタイプじゃないですか、うん、それでなんとかやろうってワードをうまいこと言ってる屋敷なんか一つも興味ないいや一緒に番組やりたくねえよ次もそれは上っ面の頭の良さやお前のなセンスとかそうじゃない、ほんまに泣きそうになってるとかドキュメンタリーに近いもんが撮る才能がすごいのよ。いやでも俺らがこの間やらさせてもらったのは本当に世にも奇妙なというか、うん、作り込んだ、うんうんうん、まあ、再現 VTR もすごかった。そう千葉さん再現バリバリやってる人やから、あのだからバリバリやってる。そう、ほんまそうで、この心霊映像とかもちょっとしたこだわりがあったりするんですよね。撮ってる時、うん、あ、まあもちろんもちろんいろいろね。そう、例えば見たやつで言うたらどんなのがわかりやすいですかね。こだわり？杭を打ってる。そう、あの、うん、っていう、まあだからあれとかも、うん、まあ、いろんなその怖くなるような仕掛けは。うん、それって怖い映画とか見て勉強した感じですか。勉強というかもう本当にだからちっちゃい頃から好きでいっぱい見てきてるからこういうのやってみたいな、あのやってみたいなっていうのがある。じゃあゆくゆくは映画とか撮ってみたかったりするんですか。でもそれよりも実はあの芸人さんを追い込んでる時の方が楽しい。あマジか。じゃあ今ちょっとだいぶ楽しいツールをやってるんですね。今最高に楽しい。あ、じゃあどんだけ怖いことが起こってももう嫌やっていう感情ではないんですか。じゃあ僕は全然そんなでも怖がりって言ってましたよね、めちゃめちゃ。そうなんですよ、うんうん、だからこれが不思議なところで怖がりじゃない人って多分ほら好きじゃないんですよね、うんうん、そっか、つまんないんじゃないですかね、怖くないから。そうか、そう、うわ怖って思えるから見たいというか怖い思いをしたいから見るっていうのが、うん、だから今あんまり細かく千葉さん触れへんかったけど、例えば、うん、あの人形のやつとかでも、うん、後ろから売ってる人をバッて止める手みたいな、あれをどうしてたんでしたっけあの人のシーンあったよ、うん、いや、あのこう顔をバンって掴まれて、うん、でここに顔が来て、うん、なんかあの本当を喋るみたいなシーンがあったんですけど、うん、だから手と顔を別の人にしてるんですね、あれ、うん、ああじゃあそれでまたバキバキ言うとんな。めっちゃ言ってるね、めっちゃ言ってた今、うん、バキっつった。これ死んでない、まあそう死んでそうってやからね。こっちはこっちはそれこれ今つけてそう、なんかバランスをあえて、うん、ちょっと実は違和感があるんですね。顔と手が違う人だと、うん、なんとなく位置がおかしくなってたりして、それが怖かった、それが気持ち悪って思うっていうのを。あと体のバランスそうやってたり、あと A も引きの A も絶対普通のドラマとかではやらへんような画角でわざと違和感あるね、違和感あるように見せたりとか、あ、そん面白い、そう、俺が興味あってどんどん聞いたんやけど、あ、え、お前もう千葉ジュニアや何が千葉さんなきやとお前やって千葉を継ぐのは多分いやいやいや千葉さん面白いのよ、あ、そんなこだわりあるんやみたいな。ああ、まあそれはクリエイターとしてね、そりゃいろんなところがあるやろうけど、え、家で一人でも見るんすか。見ます、ホラー映画は。それ勉強って感じですか。俺らがネタ見るみたいな感じ。全く勉強のつもりはない、ストレス発散、ただただ面白そうなの。だからつまんないの見るとムカつくし。ああ、うん、じゃあ過激な普通のホラーじゃバラエティとかも結構好きなんですか、うん、好きです、好きです。だからでも今どう思いますか、今ホラー結構そういうバラエティがもうすっかりなくなってきちゃって、うん、あ、まあもうそれもしょうがないかなとは思うんですけどね。千葉さんのその矛先はどうしてるんですか。いやだからそれが YouTube に向かったりするっていう。ああ、だからまあそうなってますよな。別にテレビが好きなわけでもないわけですよ、もともとはね。と撮るものが好き、撮るのは好きだから、うん、あとはもう人間が好きですよね。そうです、その追い込まれたり、そうだから別にそのテレビでオンエアできなくなったら、うん、違うとこでもオンエアして、まあ、それでちゃんと飯が食えれば、なるほどね、別にどこでもやっていくし、いいかなと思う。なるほどなるほど。なんか俺もさ驚いてんけど、なんか俺ら見てくれてる人たちってさ30代とか40代多いんけど、うん、千葉さん子供に見てほしいらしいね。
本当に。いや、呪文が好きやったから、その、昔、トイレ行ったら怖いとか、俺らの時代はあったよ。あった、あった。だけど、今ってそれがないから。ああ、そっか。テレビで、やんないっすもんね。子供たちは映画館とかわざわざ行かないもんね。そうね、怖い、ミニマル。いや、昔はよう、心霊写真特番とかめっちゃやってた。UFO とかな。怖かったもん、ほんまに。ね、そういうのが今の子供たちあんま怖くないですね。UFO とかお化けとか。だんだん怖くなくなってきてると思うから、そんな今の子供たちでも、マジで怖いと思うものを見せたいなと思って。でもそれだったらトラウマを作りたいですよね。でも確かに、それって YouTube とか、やっぱテレビとかがやっぱりいいかもしれないですね。なるほどね。テレビやっぱりいいし。え、徐々にこれ子供増えてきたりしてるんですか、この。まあ、徐々に若い人は増えてる。はぁ。徐々にやけど。でも思ったよりおじさんが多いっていう。そうそう。やっぱちっちゃい頃、子供の頃見てた人が、懐かしんで見てるみたいなのが多いかな。心霊写真系の回とかあったっけ、デニコ。何回かやってますね。心霊写真もそれこそさ、怖いよな。いや、でもメカの発達に伴い、やっぱどんどん減ってきてる。何でもできちゃうから、フィルム時代はね。そっか、僕らの時フィルム時代だったから怖かったですもんね。デジカメになってからもう全部なくなったっていう。そっか。そういう系。だからなくなっちゃってる。だからなくなっちゃったんですね。そういうのはあると思う。映像ですら今何ぼでもできるやんって思ってまうから。そうそう。だから今ドキュメントでこういう、我慢そうなる。そう、だから心霊もんでもありつつ、やっぱりいい意味で追い込んでいただけるんで、人間性見せれるなみたいな。だから千葉さんがよう言ってくれてるのは、心霊の怖さもそうだけど、結果デニスおもろいなみたいになったらええなみたいな。いや、それもなってるよ。どうなんですか、その心霊やるって当たって、はい、そのデニスとやるって時向いてると思いました、そのサメとか見てて。リアクションがいいじゃないですか、実際やってみて、デニスのその想定を超えてきた凄さとか。想定を超えてきたのは、いいところってなんですか、ゆきおちゃんの骨。これマジで、あの、要は初めの2回ぐらいロケは、ゆきおちゃん、これはもう芸人さんとしてこの方がまあキャラも立つしやってるんだと思ってたら、3回目ぐらいの時に骨が1時間半ぐらい行った時に、あ、これマジなんだと思って。でもそれでゆきおちゃん何にも響いてんからな、千葉さん。もうビンビンになってるだけ。骨だと骨はしてるっていうことやもんな。骨てくれと思ってるから、むしろ。だから俺もね、10年以上超えた時とかに、まあトンネルとか行けって言われた時とかも、ほんまに嫌やから切れてんねんけど、だからもう、やり終わった後、ほんまに申し訳ない。だって、俺らのために YouTube 撮ってんのにさ、俺がさ、スタッフにみんなに切れて、ノブ君に切れてさ、後で反省してるけど、今日も経験したと思うけど、もう、人にどうこう思われよう。知ったこっちゃないやろ。もうなんか、無理やもん、怖すぎて。俺も一応カメラの前でさ、結婚もしてないし、俺モテたい人間やからさ、かっこいいとこ見せたいよ。だけど、もう限界やったよ。でもそれがもう千葉さんからしたらたまらんねん。をつけたユキオちゃんがもう暴れてる感じが。どっちも気にしてない結果、それはね。ユキオちゃんも気にしなくていいし、千葉さんも全く、むしろありがとうぐらいの感じってことだよね。いや、でもちゃんと結果がね、デニコはすごいじゃないですか。しかもそれもすごいよね。それがなかったらきついな、確かに。こんだけ辛い思いして。確かにね、その登録者がある程度増えてくれよ。とんでもないスピードで伸びたよ。応援してくれてる人がおってじゃないと成立しないけど、多分やっと本質的に応援してくれてる人出てきたんちゃうかなみたいな。デニス自体よね。そう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 。なるほど。どんだけ知名度あろうが、濃いファンっていうのを感じてた。テレビだとここまで素の二人を出せない。やっぱゆきおちゃんのメインヘラ感で一番、なんやかんやで、一番出るんが心霊ちゃうかなって今思ってるから。無理や、そんな本気の部分見せるなんて。そう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 。確かに。やっぱ普通の方に比べて、お笑い芸人デニスの方がやっぱおもろい部分はどういうとこですか？やっぱりなんやかんやって見せるのがうまいので、ちゃんと撮ってくるし、何か起こっても。で、やっぱりその、喋る言葉が的確なんで。なるほどね。リアクション間違いないですよね、やっぱり。ノブのこのクレイジーさ想定ないです。いや、これも想定外です。初めはこんなんじゃなかったから。あ、だから本当、途中からなんかやっぱおかしくなってる。なんか言って、お前、千葉さんの弟みたいになってる。髪型とかもなんか言ってるし。髪型も違う。どんどん千葉さんになってるから、やっぱり、ノブも。
え、だから俺いつかディレクションしたいなと思う。心霊現場撮りたいと思ってる。ちょっと撮りたいもんね、さっき。そう 3D でなんか撮ったよね。千葉さんより変な夢さ。ジェニコアチャンネルの面白いね。 3D でさ、こう見たらさ、実際見えんねん。でも千葉さんシビアやから余裕でカットしてるからさ。全部カットするから。意味が分かんないからさ。でもこんなに僕もノブ君がこんなことになるとはマジ想定外っていう。あ、まあまあ変なやつやとは思ってたけど、ここまで向いてるとは、うん、新たな一面が。いや、これはちょっととんでもない3人が出会って、まあ僕らもうね、皆さんも知ってると思いますけど、デニコアチャンネル、とんでもないチャンネルが誕生しておりますので。いや、でもニューヨークが言うてくれて、めっちゃニューヨークのチャンネルから来ましたみたいな。ありがたいよ、ありがとう、ノブに抱っこよ。いやいやいや、コラボできてよかったわ。ちょっとまあマジで見てください、俺らが出たやつは。ちょっと、マジで。でも本当に人が出てましたね。そうそうそう。多分ここ最近で見たことないぐらいの二人で。俺、若手の頃思い出したもん。まだはしゃいでた頃。そう、今みたいにぐったりしてない頃。そうね。今みたいにぐったりしてない。今ぐったりしてるよ。なんちゅうことやってない。いやー、ということで。って熱入ってた。ちょっとぜひね、あの、デニコアチャンネルの方もご覧いただけたらなと思います。はい、ということで、千葉さん、そしてデニス、本日はありがとうございました。はい、もう二度と絡まない。また夏に、はい、また夏にやります、ね。もう絡みます。コメントしてください。コメントしてください。次は樹海で会おう。いやいやいや、もう大丈夫です。楽しみだ。